長あずは中華民国、中華人民共和国の政治家、ジャーナリスト、哲学者。新末は立憲派として活動し、中華民国ではジャーナリストや遺信論哲学者として活動した。救命はマンダ字は精神。新末に日本へ留学し、東京帝国大学私立哲学館で学ぶ。留学中に長君と知り合った。また、 両慶長ら立憲派の立場を取っている。しかし、侵害革命勃発とともに帰国すると、革命派の孫文の下で、臨時大総統府秘書に任せられた。孫文の臨時大総統辞任後に、張東は、言論会に転じ上海、大共和法、雑誌、陽子と、雑誌、正義において、主筆を歴任し、さらに、時事新報では、総編集を務める。また、 上海中国工学で大学部部長兼教授にもなった。1919年9月、長は北京で雑誌解放予改造を創刊し、総編集となる。翌年、両慶長らと工学者を発起した。1927年、哲学評論誌の創刊に参加し、さらに、唯物弁証法論戦という書籍の主編を担当して、唯心論の立場から、 マルクス主義批判を展開している。1932年4月、蝶アズは、蝶君と共に、北平で、中国国家社会党を結成し、月間機還し、再生を発行した。1934年12月、関東の実力者、陳渡る等の昇平を受け、蝶君と共に、公州で、学会所員を創設し、蝶アズは、院長となっている。良校事変で、 チンが失脚すると、張東は、公衆を離れ、聖火大学文学院院長代理、同志、教授、国民政府行政院中国平政務、整理委員会参議を歴任した。1937年に、日中戦争が勃発すると、張東は、遠京大学教授、国防参議会参議院に任せられ、翌1938年6月、 国民賛成会賛成員に任せられた。1941年、国家社会党も参加していた、統一権国道司会が民主政団同盟に改組されると、蝶は中央常務委員に任せられた。しかし、同年12月、北平の遠京大学に泊まっていた蝶は日本軍に逮捕、収監されてしまう。この際に、蝶は、海来政権への参加。 協力を迫られたが、あくまで拒否した。その後釈放されたが、北平からの退去を日本は許可しなかったため、長は事実上軟禁状態のまま執筆活動に専念した。1944年、西岸同盟が中国民主同盟に改組されると、長は引き続き中央常務委員に選出されている。戦後の1946年1月、長安ずは、 中国政治協商会議に出席した。同年8月、張君率いる国家社会党は民主権政党と合併して中国民主社会党となり、さらに小介席への支持を表明して、同年11月の政権国民大会に出席市民名から離脱する。しかし、中間路線の採用を唱え、中国国民党の一党独裁型指導に不満を抱いていた。 蝶東はつは、にバリ君との絶好を宣言し、民命に残留した。翌1947年1月、民命に中前会が開催され、蝶東は、秘書主任に任ぜられている。後には、中国共産党との連携を開始し、風作儀に働きかけて、北平の無血会場に導く貢献者の一人となった。中華人民共和国成立後も、蝶東は、 大陸に止まった。以後、聖火大学哲学系主任、聖火大学校長代理、中央人民政府委員、中国人民外交学会政務顧問、中国人民政治協商会議全国委員会委員、政務院文化教育委員会委員などを歴任した。しかし、1952年に、閣職を辞任し、さらに文化大革命開始後の1968年1月には、逮捕され、 北京の特殊監獄、新城に収監されている。1973年6月2日、そのまま獄死。去年87、著書に、科学予哲学、新哲学論争、道徳哲学,哲学、哲学、認識論、知識予文化、思想予社会、理性予民主などがある。ありがとうございます。